皆様こんにちはこの講座を担当します土井隆と申しますどうぞよろしくお願いします皆様は現在蔓延しているコロナ禍がですね収束するとどのような世界に生まれ変わると思われているでしょうか大地震や大洪水の後の環境変化に対応するときに被災した方々の気持ちにはそれまでの価値観が 一変するような大変化が起きています生存への感謝や生きる環境を大切にすることなどですがコロナ後の我々の価値観変化を予想するときに世界共通の価値観は SDGs がベースになると思います国連加盟193カ国が2030年に達成を目指して実行している SDGs を 理解しコロナ後の価値観を先取りして新しい世界に適応する準備をするのがこの講座です講座の後に皆様のご希望があれば継続してご支援しますので皆様の積極的なご参加を期待していますよろしくお願いいたします